A 福久し福は東京都杉並区の地名。住居表示実施済みであり、現行行政地名は A 福一丁目から A 福指定目。郵便番号は168-0064。杉並区の南部に位置する。地内北部は方南通りと接し、これを境に杉並区大宮になる。西部は杉並区浜田山に接し、南西部は杉並区下高井戸に接する。 東部は大ね井の頭通りに接し、杉並区泉に接する。南部は甲州街道に接し、これを境に、世田谷区松原になる。住居表示実施後の町名は、町字のつかない永福であるが、地区内にある駅名や旧町名から永福町と呼ばれることも多い。一町目と二町目の間を神田川が流れている。永福町駅、西長福駅周辺は、 商業地が見られるが、地内の多くは住宅地からなる。3丁目は歩道が整備された福音の広い道路が格子状に走っている。一軒あたりの土地面積が比較的大きく高級住宅街とされる。地域南部の世田谷区との境界付近には明治大学の泉校舎が置かれている。それに隣接して築地本願寺和田堀病所がある。付近には寺院も多い。 地名の由来にもなっている英福寺も当地にある。旧武蔵国玉郡英福寺村。戦国期にはすでに英福寺の地名が見える。江戸期は玉郡の型領のうち。1889年英福寺村は町村政志向により和田保留寺村より町政志向により和田堀町大技英福寺となる。1932年。 東京市への編入に伴い、杉並区に所属し、同区永福町となる。住居表示実施により、1966年7月1日に一部が、泉3丁目のうちに、1968年7月1日に一部が、大宮2丁目のうちに、1969年7月1日に一部が、下高井戸2丁目のうち、浜田山1丁目のうちとなり、 残部は1969年7月1日に、下高井戸1丁目2丁目4丁目、泉町、大宮町の各一部を編入し、A 副1から4丁目となった。当地内にある A 副寺に由来する。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。井の頭通り沿いに、 京王井の頭線の A 副町駅、西長福駅の各駅があり、また京王線との連絡駅である明大前駅も利用可能で利便性は良い。また A 副町からバスの便も利用できる。ありがとうございます。